ミガラバー皆さん、こんにちは。和清のアレンです。今回アレンはこちら馬郷通りという大きな通りに来てます。はい、こちらの通りいろんなお店が並ぶすごく有名な通りなんですが、今回アレンがこちらのゴーデンバードというあの草履屋さんで、この噂によるとこの草履屋さん の店長さんが日本語を話せるということで、すごく日本人にも有名な草履屋さんという話を伺いました。なので今回こちらの草履屋さんを訪れてみたいと思います。では早速中に入っていきます。はい、もういかにもすごくローカルっていう感じのお店となっております。店内いろんな草履が並んでいるんですが、このお店の前にはまずこちらのミャンマーでは少し見ないタイプの違ったタイプの草履が置いております。ミャンマーで作っているものもあるそうなんですが、タイの方から輸入しているものも多いそうです。こちらの草履はちょっと小さいお子様がいる方とかもしもいたら、そういった方に子供が喜ぶようなデザインとなっております。なんかミャンマーらしいデザインにもなっていて、日本では少し見ない感じもします。はい、で今回アレンがすごく驚いたのが、実はこちら見てください。アレン日本の沖縄の出身、沖縄派の出身なんですけど、アレンが昔履いてたなんと島草履がですね、ここの草履屋さんに置いてるんです。はい、でもこの島草履ちょっと違うのが、なんと色が茶色なんですね、裏地が。というのも、これ実は島草履ではなくて、これタイからの輸入だそうで、これは沖縄のものじゃないらしいです。でもすごく似てて、もうほとんど同じですね。はい、全然わからないぐらい本当に似てて、またこれですごく沖縄の島草履と似たような形をしているので、アレンも実はさっき喜びすぎて 2足、自分のと、あと社長のカンちゃんのために買いました。はい、って感じで島草履っぽいミャンゴンの草履も置いているので、ぜひよかったら買ってみてください。はい、店内にはすごい男性ものの草履だったりとかもこうやって置いているんですが、反対側にはこういう感じで女性ものもたくさん置いて、種類が本当にたくさんあります。店長さんによると200種類、300も100種類以上のものを置いてて、こちらの商品はこちらもですね、すごくこちらの商品はこちらのお店で、ハンドメイドで作られていて、すごく人気の商品なんだそうです。はい、こちらが店内の様子なんですが、これからこちらのお店を経営しているニーニーウーさんという店長の方にお伺いしたいと思います。ミンガラバー、こんにちは。こんにちは。はい、こちらが先ほど紹介したニーニーウーさんっていうローカルの方で、日本で、お寿司屋さんですね。そうです。はい、お寿司屋さんを、はい、東京の方でもう20歳の時からの大体20年ほどですね、20年間、はい、経営してた方で、日本語すごい流暢な方なんです。はい、それでニーニーウーさんが今回この草履屋さんを経営してて、すごく日本語が上手なので、いろんな日本人の方が訪れて、すごい良いサービスが良いので、日本人の方もこちらに来て日本語でオーダーしてという感じで、すごく日本人の方にはとても助かっている草履屋さんとなっております。今回アレンがニーニーウーさんにお伺いしたいのは、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。どういった理由でこういった草履屋さんを経営しようと思ったんですか？そうですね、はい、最初は私のお兄さんが、兄さん、こういうちょっと見せますね。はい、お願いします。こういう、このお店の名前が入ったそうです、ね、ゴーデンバードさんの、はい、そうですね、こういうスリッパを最初に作って、ハンドメイドの、そうです、ハンドメイドです。それがだんだん売れてきて、でいろいろなところに、売れることになって、私はこの店を作りました。お店の前に商品を作って売り始めたってことですよね。そうですね。で売れたからこの店舗を持ち始めた。そうです。なるほど、そうです。こちらも全てその商品ですか？その商品です。ハンドメイドの。そうです。なるほど。なんか日本だと大体店を持ってからこう商品を売るのが、まあ結構基本的というか、そういったお店が多いと思うんですが、すごい違った経営で商品を作って売れて、その商品とお店の名前を同じにして売るっていう、すぐまた全く新しい経営をしているニーニーウーさんでした。はい、今回は取材の協力本当にありがとうございました。いやいや、はい、こちらにはまだ載せきれてないんですけど、たくさん本当にいろんな種類が
あってすごい値段もすごい安いものからすごい高いものまで置いてて、皆さんの気に入りの一足が見つかるかと思います。はい、今のはですね、はい、ちょっと紹介します。はい、お願いします。今のは女性たちに人気が結構 あるんですよ、はい、こういうスリッパ、というかサンドルというか、これヒールで透明な、そうです、透明な。これおいくらなんですか、ちなみに。ミャンマーのチャットで9500チャットです。9500チャット、1万以下なんですね。チャットですが、日本円にしたらね1000円しないんです。そうですね、1000円以下ですね。700円とか、はい、そうですよね。あ、種類もまだありますね。今まだこういうのもあります。あ、すごい、こういうのも。ここもまた透明なんですね。そうです、後ろの方も。すごい。はい、こちらの今紹介があったサンダルなんですけど、なんと1万チャット以下で、しかもこのすごい華やかなデザインのものが置いてて、こちらが女性の方ですね、店長のおすすめということでした。はい、すごい、はい、デザインも良くて値段もお手頃だと思うので、ぜひもし気になった方はこちらのゴールデンバーズさん訪れてみてください。はい、こちらで今回の動画以上となります。ご清聴ありがとうございました。これからも動画を上げていきますので、ぜひポケリミテッドの動画、そしてブログもアップしていますので、どうぞこれからもよろしくお願いします。では失礼します。たったー。